祈ることしかできません。羽生譲るのメッセージが呼びかける、コミュニティとイベントの深い結びつき。羽生譲るが、阪神淡路大震災から29年を迎えた17日、自身の SNS で感動的なメッセージを発信しました。その中でハブは、自身が生まれた瞬間に大地が揺れた1995年1月17日の阪神淡路大震災を振り返り、1月17日、僕にとって、 生まれてから約1ヶ月のことでした。記憶もなく、当事者でもない僕は、祈ることしかできません。それもおこがましいことかもしれませんと綴りました。彼はその後、東日本大震災や今年の能登半島地震にも触れ、どんな傷も、傷跡も、記憶からも記録からも消えないように。でも、浄化されますようにと願いました。そして、抱えている方に、抱え続けたい方に、抱えなきゃいけない方に、少しでも、 寄り添えていますように、祈り続けていきますと締めくくりました。このメッセージに寄せられたファンからのコメントには、被災者としての経験を共有し、羽生譲弦の姿勢に対する賞賛が寄せられました。被災者としての立場を持ちながらも、ハブは自身の力で支援の輪を広げ、地震被害から立ち上がるコミュニティに寄り添い続けています。彼の自信に対する姿勢は、ファンだけでなく多くの人々に感動を与え、 震災を風化させないための努力を称賛されています。ハブは、ノットステレイトの演技を通じて、東日本大震災の鎮魂曲、天と地のレクイエムを披露し、その演技が能登の大震災被災者を受け入れる1.5時避難所で行われたアイスショーで初めて披露されました。ファンは、ハブが被災地を訪れて直接被災者と向き合い、その痛みを理解しようとする姿勢に感謝の意を示しています。また、 羽生結弦は長きにわたり、被災地への寄付や支援活動を行ってきました。その中でも、読売新聞基金を通じて、能登半島自身に1000万円の寄付を行ったことがファンから大きな賞賛を受けました。彼の寄付活動は単なる義務ではなく、自身が経験した苦難に対する共感から生まれたものであり、その姿勢は多くの人々に感動を与えています。羽生ュの姿勢は、 災害に対する社会的な意識を高め、防災の重要性を再確認させるものとなっています。彼のメッセージや活動を通じて、人々は祈ることだけでなく、実際の行動を通じて地域社会や被災地に寄り添うことの大切さを学び、共感し合う絆を深めています。このような姿勢から、羽生結弦るのファンだけでなく、彼を知らない人々までが彼の言葉や行動から学び、感動しています。 地震被害に対する祈りだけでなく、具体的な支援活動を通じて被災地に寄り添い、風化させないための努力は、被災地の人々にとっても心の彼となっています。羽生結弦は、フィギュアスケートの技術だけでなく、人間性においても多くの人々に感動を与えています。彼の姿勢は、個々の力が大きな変化を生むことを示しており、地域社会や国全体の結束を強化する一翼を担っています。 今後も羽生譲弦の活動から学び、彼と共に社会にポジティブな影響を与えていくことが期待されます。